はい、皆さん、こんにちは。どうもひろです。ついにですね、チャンネル登録者数が、200人を突破いたしました。はい、ということでですね、ちょうど5ヶ月前に、チャンネル登録者数100人を突破っていう動画を投稿してから、チャンネル登録者数が100人を突破、でその動画を投稿してから約5ヶ月しか経ってないのに、もうまた100人の方にチャンネル登録をしてもらうことができました。すごく嬉しい限りですね。本当に5ヶ月しか経ってないって思うと、なんかすごい見てくださってる方が増えたんだなっていうふうに思いますね。で、今回はですね、特にゲームもするわけではなく、長い動画になるわけでもないんですけど、チャンネル登録を、100人の時にも記念で、新しいゲーム実況ということで、マインクラフトの、マイクロ戦隊っていうのを始めたんですけど、今回もまた新しいゲーム実況をやっていこうと思います。ということで、その新しいゲームがこちら、はい。ということで、こちらが、新しくやっていくゲームです。車のゲームなんですけど、ですね、どこにあったかな。R ファクターっていう、ちょっと古いゲームかな。PC のゲームです。2007年とか、だったかな、確か。の、車のゲームなんですけど、結構今でも人気があるみたいで、今僕はこれ、モッドを入れてるんですけど、このプロジェクト D2.3 っていう、結構、ドリフトのモッドなんですけど、結構有名なモッドで、このゲームを、今度からまた、最近グランツリスモがね、全然できてなくて、で、なんでできてないかっていうと、あまりにもですね、下手くそになりすぎてしまって、全然その動画に出せる走ってる動画を撮れないぐらいの、もう下手になっちゃって、なので動画は何本か撮ってたんですけど、これじゃ動画にならないなと思って、もう全部消しちゃって、でもう6月最後にグランツーリスモの動画投稿したのは6月とか7月とかだったと思うんですけど、そこからずっとグランツーリスモは、離れてましたね。うん。で、でもやっぱ車は僕好きなので、車のゲームをね、やりたくて、で、YouTube とかで何度かわ、すごいな、このゲームと思って見てて、で、それが多分この R ファクターだったと思うんですけど、結構自由がすごく高くて、車もですね、これモッドに入ってた車なんですけど、結構この辺見ると NSX、この RX7 フリーサイエンスの BN スポーツ、BN のエアローがついてるやつ。で、これはアメミヤですね、多分。アメミヤ。うん。で、車によっては、このシルビアなんかは結構すごくて、ちょっとね、読み込みがそんなにすごく重たいゲームではないんですけど、はい。シルビアなんかは、バンパーなんかも細かく変えれます。こんな感じで。これ純正とか。外したりもできますね。こんな感じで。ホイールも結構種類がいっぱいあります。この辺全部ホイールだったりします。こういう昔な感じのホイールだったりっていうのもあります。今どれつけてたっけ？これか。違う。今つけてたのどれだっけ？どっか行っちゃったよ。これか？違う。忘れちゃった。はい。で、間違えた。このゲームを、今度からやっていこうと思うんですけど、このゲーム買ってから3日ぐらい経っ
って、で、モッドをね、入れるのにすごい苦戦したんですけど、モッド入れ終わって、2日ですね、経ったんですけど、思った以上に難しいんですよ、このゲーム。なので、グランツエスモの、僕がまあまあ走れてた時みたいに、喋りながら動画撮るっていうのがね、もしかしたら、ちょっとまだ後になっちゃうかもしれないんですけど、練習してる間の、うまくいったシーンとかを、また、運転席画面と、なんか、外からの映像を2画面でやっていくか、G27 っていうハンドルコントローラーが使えるので、それも撮ってれば、まあ、3画面でっていう風な動画は撮っていこうかなと思ってます。なので、もしかしたら、もう、今上げてる動画の次の動画が、もういきなり R ファクターの動画になるかもしれないですね。うん。結構撮るのは簡単で、パソコンのゲームなんで特に、録画しながら遊べる、まあ、プレスでもそうなんですけど、まあ、結構簡単なので、すごく嬉しい感じですね。で、コースなんかもすごくいっぱいあって、で、まあ、これ、エビスだったりとか、これ、ビホックっていうところ。やっぱ僕のチャンネル登録者って多分一番初めの方は車の動画ばっかだったので、車好きの方とかが、チャンネル登録してくださってる方も、まあ、結構多いんじゃないかなと思うので、それを、まあ、またそういう人たちがまた見てくださるとすごい嬉しいですね。で、これはなんか、ワイルドスピードの東京ドリフトの時だったかのパーキングですね。パーキングの中です。これは春ヶ原っていうところだったり、いろは坂2だったりと、まあ結構実在するコースばっかりですね。なんか架空のコースもあるみたいですけど、大体が実際にあるコースです。これが日光サーキットとか。うん。結構日本で有名な鈴鹿サーキットだったりとか、富士スピードウェイとかももちろん入ってますね。ということで、多分ドリフトの動画ばっかですね。ドリフトのモッド入れて、まあ、ドリフトやろうと思ってこのゲーム買ったので。うん、ということで、ちょっと長くなっちゃったかな。もしかしたらまあカットして短くなってるかもしれないんですけど、次回っていうか、200人突破記念ということで、R ファクターという新しいゲームをまた実況していこうと思います。今までのゲームプラスっていう感じでやっていこうと思います。ということで、これからも、200人のチャンネル登録者数の方と、まあ、まだチャンネル登録してくださってないけど動画見てくださってる方に、まあ、よろしくお願いします。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。では。